じゃあまず下書きをします。下書きはだいたい関節とか骨のあたりが浮くところを中心に書いておくといいと思います。であとおへその位置が合ってるとだいぶリアルになるので、まずおへそから。でペンは水性色鉛筆とか洗ったら落ちるものを使っておくと後で気になりません。で肌色塗るのがだいたい茶色を薄めてつけるものなので、茶色か、まあ、ピンクとかがおすすめです。肌色はまず茶色、あと少し黄色、あと赤もちょっと使います。だいたい缶なんですけどね。でこれを水で薄めます。少しずつ足しておいて、目安としては牛乳ぐらいの濃さが一番エアブラシには適してると言われてるので、なんとなくまあこんな感じです。絵の具のダマになってるとエアブラシが詰まる原因になるんで、なるべくきっちり溶かしてください。で乾燥するとどんどん液体が濃くなってくるんで、瓶は必ず蓋を閉めましょう。エアブラシに装着します。これもずれてると絵の具が漏れてきて大変なことになるんで、しっかり締めてください。生地に吹きつけて色を確認しましょう。なんとなくこんなぐらいの色になれば大丈夫だと思います。この中で一番濃いところから描き始めるのが多分いいと思うので、まず一番くぼんでいるところでおへそから描くと、だいたい体のバランスもそこから取りやすいと思います。こんなぐらいの薄さでだいたい全体に描いていきたいと思います。あんまり近づけるとすごい水っぽいのがバーッとかかるので、それはシミになっちゃうんですけど、ほんの一瞬本当に濃いところだけ近づけて、こんなぐらいにするとちょっと奥まった雰囲気が出ます。浮いてるところがあると模様がぼやっとするので、際のところは特にしっかり貼ってください。で濃い色をのせるので他の場所につかないように守るのが大事ですね。あまり近くでやるとやっぱりムラになったりするんで、遠くから徐々に